キリンチズとグーグルアースで見るバーチャル配線ツアー今回は山形交通三山線です山形交通三山線は開業が1926年で廃止が1974年宇前高松駅からザ沢駅までを 11.4km で結んでいた鉄道路線ですこれがまあ山形県なんですけれども大体この真ん中の十字の ある辺りを走っていました。さあ、そこを見ていきましょう。はい、ここに宇善高松駅がありません、ね。ここが、えー、起点の宇前高松駅でした。そして！これが？最新の写真、えー、下に2013年とあるので、だいたい。まあその頃の撮影ですね。そしてえ廃、ー、車が1974年。 だったので1960年代の写真でたどっていこうと思います。こちらですね。まあ、ここの右前高松駅は当然、まあ、駅前広場があって位置は変わってないんですが、これですね、この線が最新の写真ではもう全く跡がわからなくなってますが、おそらくこの線が。 散山線の線路だったというところですね。さあ、それではずっとたどっていきましょう。この辺、まあ、田んぼの中を通り抜けていってるんですが、今も、まあ、この辺りは田んぼなんですけど、もう全く、大体このラインですけれども、えー、全く跡がなくなっています。さらにどんどん進んでいくと、ここで、 橋,を橋がかかってますね。川を渡っています。これ、当然今も川がありまして、その上は橋があるんですが、今は線路がないので、ここは線路ではなく人、人とか自転車が渡るような橋になっているす。ちょっとこれを Google グー,グースで見てみましょうグ。Google グアース、ここが先ほどの宇前高松駅だったいます。これをずっと北西の方に。 走ってましたねで、ここですね、ここをちょっとストリートビューで見てみましょう。この橋の手前、ここが奥が端っこ、まあ、ここはちょっとストリートビューがないんですけど、これが先ほど映った橋ですね、赤い柵があります。 で、この手前、これがおそらく線路の跡だったということですね。周りより少し高くなってるのも、ちょっと線路の跡の特徴かもしれないですね。ちょっと橋の上には行けないので、えー、隣の橋から見てみましょう。 まあおそらく線路があったときから橋は架け替えられてるんじゃないかなという感じはするんですが、えー、今も同じ場所に橋はかかっているということですね、まあ。隣の橋からは当時もここに上を走る鉄道車両が見えてたんじゃないかなという感じですよね。さあ、それでは次の駅に進んでいきましょう。 この写真を見ると、ここで線路は、まあ、北に向かってたところから西の方にカーブをしますが、そのまま道路になっているようですね。そして、昔の写真で、えー、ここですね、ここがおそらく、宇前高松駅から2駅目の白岩駅がおそらくここだったんじゃないかなという感じです。 現在は当然線路はないんですが、この辺りが、まあ、ちょうど、なんですか、駅前広場、駅と駅前広場があった辺りになるんじゃないかなと思います。これも Go アー、Google スストリートビューを見てみましょう。えー、先ほどの橋からずっと来ると、これですね、チリン地図の航空写真でもありましたが、ここに降りてみましょう。 はい、ここで交差している道路、この道路ですね、これが線路の後の道路になると思います。ここ,です、ね、こ,こがなんかコンクリートで不自然に高くなっているので、もしかしたら駅のホームだったのかもしれないし、全然実は違うのかもしれないですが、ちょっとそうだったとしたら。 素敵で、すよねでこの建物が、これですね、が、まあ、駅前広場のあった場所に建ってると思うんで、これが、まあ、おそらく公民館かなと、公民館のような建物ですね。で、ここを出ると、昔からあった道路は、この横に走ってる道路が昔、まあ、当然まっすぐ行く道も昔からあった。これが駅前だったと。 いうことで,すね、で、駅前に、まあ、このように商店があると、まあ、駅前商店、駅前は結構ですから商店とか旅館とかあることが多いですけど、こうやって、まあ、お店がいくつかついてますもんね、あそれこそ駅前旅館があったと、ここも食事屋さんで、まあ、駅前、まあ、商店街になってたということですね。 さあ、それでは次の駅へ進んでいきましょう。ここが駅でした。白岩駅。さあ、ずっと進んでいきましょう。ここら辺はずっと田んぼの中ですね。こう見ても、田んぼの中もまっすぐ線路が走ってるのがわかります。これが今だと、このまっすぐのラインは道路になってるのがわかるんですが、新しい道路がこうできてますね。で、これが線路の後の 道路なんですけれどもここだけ道路は、この新しい道路に直角に入れるようにカーブをしてるんですが、このあとですね、緑のあたりにちょっと、ここを、なんてか、あの、ちょっとボコっと出っ張ってる部分があるのがわかるかなと思います。これもちょっとストリートビューで見てみると、このまっすぐのが線路のあですね、ここですね、これを見てみると、 ま道路は当然上から見た通りカーブをしているんですが、ここですね、ちょっと正面に入ってみましょうか。あそうですね、ここ、草に隠れてて分かりづらいんですが、路盤がちょっとここだけ高くなっているのが分かりますよね。で、この電信柱もっまっすぐ、あの線路はこのようにまっすぐ走っていた。 ということですねこの路盤の後はおそらく線路の時から周りから一段高くなってた、まあ、田んぼの中を走るために一段高くなってたと思いますので、まあ、線路の後と言えるかもしれないですねそう、次の駅に行きましょうこの辺はずっと田んぼの中をまっすぐ進んでた感じですねでこの辺でちょっと街道、まあ、人家がある 街道に近くなって、おそらくここも駅だったかなと思いますよね。Google Earth でもこんな感じですが。えー、っと、地理につ今の写真だと、この辺り、ここがまあ、これは道だと思うので、駅があってそこに出入りする道があったという感じかなと思います。これが今だと、 まあここの道はそのまは残ってるような感じですよね。で、グーラースだと、ここですよね。まあちょっとさすがに、なんもないかなというような、これは線路の後でまっすぐなってるのは線路だなというのはわかるんですが、まあこの小屋があったあたりにもしかしたら駅があったかもなという感じですね。これが集落に向かう。 道でしょうねちょっと心当たりはあまり、うん、しっかりした痕跡っていう感じのが見当たらないかもしれないですねさあ次また行きましょうこれが今のが地名を見ると上野ですねなんで、えー、先ほど、えー、見た白岩駅の次の駅上野駅う前高松からは えー、右前高松、神殿、白岩、上野と、えー、3つ目の駅ということですね。さあ、昔の写真にして、まあ、この辺りも、今も道路で残ってる形で昔は線路が走っていた。あここは、はっきりと駅の跡のような感じがしますね。 うん、ここはあの集落の中に駅が作られているような感じでして、これが、えー、上野の次、右前宮内ですね。で、これを見ると、ま、この線、これですね、この線が、えー、今も鉄道の線なんで、そのまま道路になってますが、この家のあたりが駅舎、ここちょうどこの 南へ向かう道路と、えー、線路の跡が T 字に合わさる辺りが駅の跡地のようですね。そうですねそこをでは見ていきましょう。ここですね。ちょっと写真からでは、えー、航空写真からだと、あまり跡地のようなものが。 見当たらないんですが、そうですね。この自動遊園、この公園はえ駅の跡かもしれないですね。あまり駅の跡地とはっきり分かるのやっぱりあまりないですね。次へ向かいましょう。 さあここはちょっと大きいんで、交換が、交換設備があったようですね。ここは、ここも川があって、今は、この白いのは橋ですかね、ちょっと Google Earth で確認して。橋というより、なんか水道管が渡されてるような感じかもしれないですね。 そうですねちょっと柵はあるんですけどしっかりして走った橋なのかがわからないですねただやっぱりここも同じですねここの線の上を、まあ、車両が昔は走ってた景色が見れたと思いますねはいさあそれではどんどん進んでいきましょう この辺は集落の中を抜けていく感じですが、また田んぼの中に戻りますね。新しい道路がかなりできてるみたいですね。これもそうですし、これは高速道路かな。でここも新しい道ができてますが、昔は全然なくて、古い街道がこれだったようですね。まあ、三山線という名前の通りですね。 出羽三山へ向かう三景客も結構乗っていたということですので、まああの出羽三山へ向かう街道だったのかもしれないですね。さあ、どんどん進んでいきます。この辺りでちょっと駅の痕跡が、駅がどっかにあると思うんですが、駅の痕跡みたいなのがあまり見当たらないので、ちょっと探しづらいですね。あ でも、ここははっきり駅ですね。ここに駅舎があって、まあ、駅前のひ広場というか、ちょっと広がってるところがありますね。ここまではちょっとこう、これは今までと違って、線路の跡がちょっとわかりづらいですね。ちょっと、一旦戻りましょう。この辺りまでは見てましたよね。これが線路の跡ですね。ここからちょっとわかりづらいですよね。 線路は、ここをまっすぐ来ているので、この大きい道の中に取り込まれている感じですね。で、それがずーっとまっすぐ来て、ここは、これは古い、昔からある道ですね。で、線路は、ここで道と交差してたんですが、線路をさ ここのラインをこう通ってこういう感じですよねだちょっと新しい道路の中に取り込まれてかなり線路の跡っていうのが分かりづらくなってますねただ駅のあった場所というのは、まあ、線路がここに東西方向に走っていてでここ橋かな渡って道が南の方へ伸びている T 字型になっているのでこれを見ると まあ、この場所だろうというのは、およそ見当がつきますね。ここが、海州の集落なんで、で、おまあ、おそらく海州の駅だったのかなと思いますね。ここも、ストリートビューでちょっと見ていきましょう。さあ、先ほど橋があったところから、ずっと、そうですね、これが、 線路の跡ここはちょっと、なんですかね、切り割りというか、切り通しの中を抜けてるようですね。で、ここで大きい道路に取り込まれて、それから、あここですね、この辺りがちょっと複雑になっていたところですけれども、この T 字の部分が駅の跡地だったと思いますね。 降りてみましょう、はい、そうですね、ここがまっすぐで,で、T 字になって、こっちに南に道があるというような感じですので、ここが駅前、まあ、これで、えー、と左右の方向にあったのが線路の跡。 で、この辺りが駅前だったんですここがちょっと大きい広場になってるので、もしかしたらこれが駅の跡地かもしれないですね。で、ここを出ると、まあ、ここが昔の集落に出たところかなというところですが、この辺はちょっと、まあお店、これは工具を扱ってるお店ですけれども、まあ、これもクリーニングで、まあ、 多少お店があるんで、やっぱり駅前にお店があったのかなという感じはしますね。はい。そうですね。ちょっと大きめの駅なので、周りにちょっと、えっ、ー、と、商店があったかもしれないですね。あと、この川の先の集落に対するアクセスもあって、ここに駅があったのかなという感じも若干しますね。 で、線路は、またさらに、西へ向かって、この辺りもだいぶ集落ですよね。今も家はたくさん残ってます。で、ここ今ちょっとちらっと見ましたけど、この辺りは、まあ線路の跡はこれで残っているようですが、田んぼの中にかなり町が、区画整理された町が作られてますが、ちゃんとこの真ん中に、 え線路のはしっっかり残ってますねで、これをずっと進んでいきたいんですが、海修の次の西海修は多分この辺にあったのかなという感じまあここに線路の横に建物もあるんで、この辺だったのかなという感じもすたら、ちょっとわかりづらいですね。で、ここで、えっと、60年代の写真が。 この子で切れてます、えー、上がこれは最新の2013年の写真なので60年代の写真はここまでしかありませんので、えー、70年代の写真を代わりに使っていこうかなと思います、えー、ちこうしてこうですねで60年代の写真線路はここに走ってますが70年代おそらくこれはですねちょっと配線になって ですぐあとぐらいの写真じゃないかなと、えー、推測してるんですが、ここですね、まあ、線路の跡としてははっきりまだまだ残ってるんで、分かりますね、この細い線から、で、ここで建物があって、まあ、この先、ここから先にはもう線路がないので、ここが終点の駅、えー、間沢だったと思われます。では、最後の終点の駅、間沢は、 最新の写真だと、ちょっともう、全然、これ、70年代の写真は、ここはあの貨物とかですね荷物の集積もあったと思うので、いろいろ荷物が置いてあるような感じだと思うんですが、これが最新の写真だと、もう、またここも区画整理がされたのか、ちょっともう、形としては、上から見た形としては、もう、跡が全然ないような感じですよね。 この駐車場がある建物がちょうど駅の建物じゃないかと思うのでそこを目安にストリートビューを見てみましょう。これでずっと行って、ここは確整理されたところですね。して、これが線路の跡なので、ずっとたどっていって、これですね、先ほどの駐車場がある建物。 を目安に降りてみましょう。はい、あ、これは銀行でしたね。えー、駅の後は銀行になっているということですね。まあ,あの、区画整理がされたようなのでかなり道が広くなって、綺麗な建物が並んでいるような感じですが、まあ、この辺が駅前だ。あの郵便局が あります、ねまあ昔からここにあったかどうかはちょっと分からないですけれどもあの駅前ってかなり郵便局あの昔は鉄道で郵便も運んでたり荷物を運んでたので駅前に郵便局があることはかなり多いので、まあ、もしかすると昔からあるんであれば駅前郵便局だったじゃないかなと思いますねで、まあ、荷物をたくさん置いててこの辺りにずっと駅のなんていうんですか敷地が広がったと思うんですがこの辺りまでだった ですかねそうすると、まあ、確かに、ここは商店。まあ、今は、あのーまあ、山崎ショップが併設されてますけど、商店になってて。で、まあ、大きい、これは何だろう、お店ですね。があって、まあ、この辺りは、まあ、確かに商店もありますし、まああのー、郵便局もあって、そういう商業施設とか。 が集まってたような感じは確かにしますがちょっとだいぶすごい綺麗になっててあまりうんそういう跡っていうのはないかなというように見えてしまいますねはいはい、まあ、このこの大きい道までの この辺りに駅だったんですが、ちょっと、なかなかそういう跡というのは見当たらないですよね。この細い道路も昔は駅の敷地の真ん中だったんじゃないかなって、今ここにストリートビューを置いてましたけど、昔はここは全部、まあ資材置き場というか、駅の敷地だったというような感じですね。 はい、ということで、えー、山形交通、三山線をたどってきました、まあ。線路の跡はかなり道路や、まあ、自転車道になっているらしいんですけれども、そういう形でかなり残ってはいるんですが、駅としてはあまりもう、なんですかはっきりした駅の跡というのは残ってないような雰囲気でしたね。それではありがとうございました。またお会いしましょう。